よし、はい、お疲れ様です。東区マンでございます。いつもご視聴ありがとうございました。今回はですね、霞ヶ浦水系の前川にやってきました。はい、と、まあ、茨城県の潮来市になります。とこちらなんですが、この今年の頭ですね、まあですね、まだこの減水状態になってまして、まあ、やっとこう、まあ、水が戻ってきたかなって感じですね。でこれ、まあ、今画像を見てもらってるんですが、かなり濁ってます。はい、でまあ、霞ヶ浦水系といいますと、こういった、まあ、その風が吹かなかったり、そうですね、水の流れがない場合なんかだと結構、まあ、水が濁ってるかなって感じはしますね。あとひどい時だとやっぱりゴミがすごく浮いてる時がありますので、今日はですね、まだこれマシな方なのかなって感じしますね。まあ、もちろん琵琶湖とかと、まあ、富士五湖とかと違って、まあ、すごく透明とかそういうことはちょっとね、全然ない川ですね。はい、で昔はですね、ここ前川といいますと、このヘラブナ釣りがやっぱり有名でした。でヘラブナ釣りですと、これですね、この対岸の方でやるっていう方が多かったですね。そのこの反対対岸の方の裏側はこれ入れるんですよ。でその草をかき分けて、まあだいたい 2.4 メーターとか 2.7 メーターぐらいの短めの竿で、まあその足の間のポイントをやるっていう感じでしたね。でまあ昔そのまあ潮来市開催のヘラブナ釣り、ヘラブナ釣り、まあ、限定じゃないんですけど、まあ、釣り大会っていうのも昔はありましたね。はい、もう40年ぐらい前になりますけどね。はい、でバス釣りもですね、まあ、大体、まあ、30年ちょっと前ぐらいから釣れ始めまして、まあ、まあ今現在はですね、本当にすごい人気なポイントになってますね。この前川のいいところはもちろんこの対岸のポイントですね、これ全部がポイントになってますからね。はい、まあ、前の動画でも多分言ってると思うんですけど、まあ、全部が全部この減水時に分かったんですけど、杭が立ってるんですよね。はい、でもう全部が全部ポイントっていうことで、でやっぱり今日はですね、まあ、たまたまこれ人ちょうどいないんですよね。まあ、多分誰かしらねやってたと思うんですよね。でちょっと今夜勤の出勤前なんで、ちょっと時計をちょっと見たんですけど、まあ、多分今画像で見てもらってる通りですね、なんか今なんか流れがねあるので、多分水の状態としてはまあいいと思うんですけどね。でもね、なかなか難しいですね。まあ、去年ですね、まあ、前川で10匹釣るシリーズっていうのをやってましたけど、今年はですね、まだね、前川まだ1匹しかね釣れてないですから、なかなか難しいですね。これ僕の目の前に今鳥がねいっぱい来てるんですけどね、鳥がいっぱい来たということは、ここに例えば小魚とかねいて、またその小魚を狙いにバスが来てるんじゃないかなとね期待しながらねやってるんですけどね、残念ですけど無理でした。あとこの前川のね一番いいところっていうのは、この風が強くても波が荒れないっていうかね、よく風が強い日にその霞ヶ浦本湖とか北浦本湖なんて言っちゃうと、もう海みたいに荒れてますからね、あの中で釣るっていうのはね、結構そのやっぱ靴もね長靴とか履いていかないともうびしょびしょになってしまいますからね。
まあ、そういうところと比べると、まあ、前川は、まあ、悪天候にも強いというのがありますね。実は僕ですね、これ自宅からだいたい車で5分ぐらいで着いちゃうとこなんですよね。まあ歩っても実は行けるところなんですよね。でも実際ね、朝ねちょっといつも起きられなくて、そうなかなかね釣りに行けないっていう、まあ、朝起きた頃にはもう結構もう8時とかぐらいになってしまうので、もう先行者がいっぱいいるんで、もう場所取りもできないって感じですね。まあもうそういう時はもう、まあほとんどですね、最近はワニ川とか、まああと全然人がやってないようなところばっかりやってますね最近は。でこの前、ね、そうですね、まあ、ババチューブさんでね、でかいのね釣りましたね前川で。まあ、気のせいかあの動画が流れた後になんかすごい釣りする方が前川でね増えたんじゃないかなと思いますね。まあ、あとここの場所はですね、今年の釣果はないんですけど、このポイントですね、と去年はですねバス1匹とちょうどこの場所は、あと雷魚1匹ですね、これ動画で過去の動画で上げてます。ラインはですね、だいたい60センチか70センチぐらいありましたね。かなりでかかったですね。ブラックバスはスピナーベイトで、とラインを釣った時はゲイリー山本の4インチグラブの尻尾が切れたので、もう芋グラブ状態になったやつですね。それで釣れましたね。あと意外にこの前川ではこのアメリカナマズはね釣ったことないですね。ニゴイは2匹ぐらい釣ったことありますけど、過去にアメナマはね釣れないですね。まあ、今年入っていろいろな、そうですね、霞ヶ浦水系でやってるんですけど、アメリカナマズはねまだ全然釣ってないですね。まあ、正直なところ去年の8月から全然釣ってないんですよね。まあ、狙ってるそのルアーのレンジっていうんでしょうかね、トップ、あと中層とかボトムとか、それによって変わるとかってねよく言うんですけどね、まあなんとも言えないですね。はい、まあ、これから仕事行きます。はい、これからもいろいろ動画の方をアップしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。